いただきます。どうも、パンケッコトクシルトと申しまーす。皆さん、謎解きは好きですか？僕は、結構、謎解き、好きだけど、得意じゃない、あんまり。ですけど、今回はこの人気ランキング1位、2位が、もう謎解きのギミックのやつなんで、それをやっていこうかなと思います。で、昨日紹介したストレス発散ランドと、タヌキベースボールは3位と5位にちょっと下がってしまってますけど、ここもね、ちょっとおすすめなんで皆さんぜひやってみてください。で、この1位、2位のやつをやっていくんですけど、まあ、2位からやっていきましょうか。2位はまだプレイ回数がそこまで多くはないけど、クリア率 36%、まあまあですね。やっていきましょう。まあ、謎解きはね、ディナーの後でつって。コインを120枚以上取ってからゴール。ほい。はいはいはい。ファイヤー。ん？あ、入れるのね。はいはいはい。入った先は、あ、なるほど。え？あ、なるほどね。あれを押すよう、押さないといけないと。はいはいはい。あー、間違っちゃった！怖い。オーケーイ。あー、オッケーオッケー、いいね。これで通れるようになると。オーケーイ。いいよ。あ、こういう感じの、ギミックで遊ぶやつが何個かあるって感じですかね。お！コインたくさん。嬉しい。コイン大好き。お金の亡者だから僕は。金の亡者パンケーキ。でで。金くれ。オラに金を。よし。いいよ。いいね。ふん。入れ。ほら。ほら。ほら。オッケーイ。で、この上のやつはどうやって取るのかな？まだいけなさそうだね。これ下に書いてあるのが、なんか、あれか。そこの土管で使うギミックってことかな。オッケー、やっていきましょう。P ブロックを使うんだね。ん？あ、なるほど、はいはい。あ！壊しちゃった！壊しちゃダメだと思うんだけど、これ。壊したらダメなやつだと思うんだけど、これ。あ、もうこれ壊れたまんまになる、もしかして。あ、これ、ちょっとリスタートしないとダメだわ、多分。このブロックをコインに変えて、取ってから、この下のコインを取らなきゃいけないんですよね、多分。落ち着いていこう。オッケー。まあ、こういうことでしょう。で、あとは落ち着いてこのコインを取っていくと。オッケーオッケーオッケー。で、これ落下する床だね。落下する床を、これどうしたらいいんだ？ OK, OK. ちょっと取って。OK. ちょ、この、バルーンが邪魔だな。バルーン邪魔なんだけど。ほら。あ、届かなかった。これマリオの操作が試されるな。マリオの操作力。僕、今までの僕のマリオメーカーの動画見てくれてる人分かると思うんですけど、僕マリオメーカーの操作、多分実況者の中で一番下手くそだと思うんで。お。どうなってんのこれ。やばい。このバルーンにされるがままになっている。あ、いいね。オッケーオッケー。全部取れた。よしよしよし。で、次50コインって書いて、あ、これ、取るとかじゃないのかな？関係ないのか？これは、弾むやつだよね。はいはいはい。はいはいはい。あ、いいよ。え、これ結構楽ちんじゃない？これ結構、簡単なのでは？あー、いいね。あ、でも、これ戻りもあんのか。帰りもあるんだ。あれ？
あ、コインオーバーしてる。あ、これ全部取らなくてもいいやつかもしんないね。全部取らなくても別に、え、ちょっと待って、これどうやって帰るの。帰るタイミングわかんないんだけど。あ、ちょっと、え、あそこの真ん中のブロックマスは大丈夫か。真ん中のマスは大丈夫、オッケー、いいね。死んじゃう、死んじゃう。あ、これ帰りの方が難しいやつだ。よしよしよし。あ、これでもうゴールできるけど、せっかくだから、ここを見ていきましょうか。ここを見ていくと言ったものの。ちょっと難しそう。あっ！え、むず。死ぬんだけど。ワンチャン死ぬんだけど。ワンチャン死ぬぞ、これ。ここまで来て。あ、オッケーオッケーオッケー。よしよし。危なかったけど。ワンアップギャング。これは普通にいて大丈夫だよね。よしよし。オッケー、いいね。一個一個のギミックが結構しっかりしてて楽しいですね。ちょっと時間かかっちゃったけど。オッケー、うわー、でも早い人28秒なんだ。マジ？早いね。じゃあ次、行ってみましょう。花の仕掛けは二度咲く。ファイヤー PZL、ブルームス、トゥワイス。うん。あ、これの人さ、あ、そうだ、昨日のストレス発散ランドの人だ。この人の、コースすごいね。めっちゃ人気じゃん。この人のコースめっちゃ人気じゃん。はいはいはい。花の仕掛けは二度咲くっていうことなんで、なんか、のギミックがあるんでしょう。お、なんだこれは。ん？これ押すと？え、どういうこと？あ、ゲームボーイ。FC。FC って何？FC って何？こっちで行こうか。あ、なるほどね。そういう感じね。はははは。すごいってる。何がすごいのか僕にはちょっと理解できないけど。あ、いてててえ？これどうしたらいいの？ナイスアイディアって言ってるけど、何がナイスアイディアなのか僕にはわかんないぞ。僕には言って、あー、そういうこと！はい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 。ここに、あ、え？あ、コイン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 、嬉しい、コイン嬉しい。オッケー、で？ここ登ると、はいはいはい。あ、いいね。あ、でもなんか自分は特に何もしなくていいね。自分は特に何もしなくても、あ、これ、さっきと同じ場所、あ、違うわ。さっきと同じイメージとちょっと違うと。オッケー、いいね、気持ちいい。この仕掛けがしっかり、あー落ちちゃった。仕掛けがしっかり作動したとき。これどうして？あ、いった。あ、そんな風になるんだ、すごすぎ。これはどうしたらいいんだろう。あ、ん？え、これ死んじゃう？あ、死ななかった。え？どうしたらいいの？チェンジ PZL。 ん？あ、オッケーオッケー。ん？すごいぞ、これ。2種類のファイアーボールのやつが遊べるってことか。あ、で、ここ同じ場所だけど、さっきとは違うクリア方法ってことか。オッケー！気持ちいい！はい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 。
あ、そういうことね。パフ。あ、これで上に行けると。オッケー。この正解した時にさ、盛り上げてくれるのいいね。パンコーン。いいね。ちょ、こっちのファイアーボールの方が楽ちんですね。いいね。こっちのファイアーボールの方がちょっとやりやすいかも。ん？これどうしたらいいんだろう。ポコってなっちゃう。でもここに投げるで合ってると思うんだけど。ん？あ、これでいいのか。いいね。連射しなきゃいけなかった。天才がいた。いや、確かに。え、この人頭いいよ。オッケー。で、この鍵をゲットしていけると。いいよ。なにこれ。まだ続くんだ。結構もうゴールレベルかと思って。え？オッケー。よって。ん？これどうしたらいいんだ？あ、痛い！あ。で、ここに切り替えて、こっちのファイアーボールに切り替えて、ってことか。オッケー、これで、オッケーいいよ。ナイスー。で、これで終わり？あ、いいねーあ、ここでまた選べるんだ。はい、じゃあ、こっちの、ファイヤーボールで。え、まだ続くのこれ。あ、終わりか。いいねー。すごい。ギミックがすごい。頭いいねあ、結構時間かかっちゃったけど。というわけで、今回は謎解きのギミックステージを人気ランキングの1位に紹介させていただきました。皆さんもぜひやってみてください。まあ僕のやつ見た後だとちょっともう謎解きもクソもないんだけど、謎が解かれた後になってしまうんですけど、まあぜひやってみてください。これ結構ね、謎が解けた時っていうか、このピンポーンって鳴ってくれると爽快感があるんで、めちゃくちゃ楽しいと思います。それでは、ごちそうさまでした。またね。バイバーイ。